えー、元土殺場で働いてたものです。いわゆる過激派と呼ばれるヴィーガンが土殺場を全てなくせとバカなことを言ったりでもしますが、ひろきさんどう思いますか参考までご意見いただけた際はです。ちなみに僕、自分は土殺場が人間が安全に食うためのために仕事だと思います。僕もそう思います。あのー、ま、あその、ちょっと前で全然違う話になるんですけど。 あ全然違う話でもないから。まあ、たまたまあの、あの、その、高校生が、あの、社会に対してどうしたらいいかっていうのをプレゼンするっていうのを審査をするっていう仕事があったんですよ。なんかこれあの、僕が関わってると思って言っていいのかどうかわかんないで、ちょっとぼやけながら話をするんですけど。で、その、あの、ビーガン的な感じのことをやった方がいいよねっていう審査員の中に、あの、養豚業の方がいらっしゃったんですよ。 であの肉食うのそのなんかあの肉を食うのは環境に悪いからってストレートに高校生が言っててで僕もいやいやいやと思ったけど、まあ、その養豚業の方が反論するかなと思ったんですけどまあ、その人も反論しなかったんで、まあ、そのままスルーされちゃったんでうわと思ったんですけどあの別にあの養豚とかそのあの今の日本で牛育ててるのって環境の影響ないんですよね。要はその 魚は環境に影響あるんですよ、野生動物なんで。要は、魚って、その、あの、まあ、取り過ぎると絶滅するんですよ。なので、あの魚を食べるのを減らそうは、僕は環境にとっては正しいと思うんですよ。ただ、その、牛を育てるとか、鶏を育てるとか、豚を育てるとかって、あの、その牧場とか養豚場で育てて、殺して、育てて、殺してってやってるので、環境全く関係ないですよ。 でメタンガスがどうこうっていうのであれば野生の牛と野生の豚も殺すべきってなるんですよ。であの動物が生まれると人間も含めてメタンガスを出すは当然なんですよ。 なので、あの、そもそもの、じゃあ、そのど、メタンガスを出す動物を減らすべきであるっていうのであれば、地球上の動物を全て絶滅させるべきなんですよ。で、メタンガスの何が悪いかっていうと、じゃあ、温暖化が原因だと言われてるんですけども、じゃあ、その、メタンガスで本当に温暖化が起きてるかどうかっていうと、正解はわからないです。あのメタンガスによって温暖化が起きてるかもしれませんと。ただ、海の生き物が、 二酸化炭素なりのガスを吸収している割合はめちゃくちゃ高いんですよ。要はそのあのあ 例えばあのじゃあ,サン,ゴあのサンゴっていう生き物がいるんですけどでそこら辺って二酸化炭素を吸収してて固めてたりするんですよね。なのでその海の生き物って増えれば増えるほど二酸化炭素が減る,あのまあ減るっていう状況になるんですけどでそうするとそのサンゴが増えるためにはそのサンゴがその餌にするようなその魚の糞とかが必要だったりとか海洋生物が必要なんですけど魚バンバン取っちゃうとサンゴも死ぬんですよ。 で、あの、今時、その、あの、トロール漁っていうのがあって、その、サンゴがあるようなところに、網をこう、あの、その、海の底にバーンってくっつけて、ボリ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 って地面ごと削って、その、サンゴだろうとか、貝だろうとか、ウニだろうとか、人手だろうと全部取って、で、魚だけこう、あの、売って、それ以外バーンって捨てちゃうみたいなトロール漁っていうのをやったりするんですけど、あれやると、めちゃめちゃ生き物死ぬんですよ。で、それがなんでやってるかと、皆さんが魚食うからです。 なので、魚を食わないっていうのは僕は環境にとってすごい楽しいと思うんですよ。なのでその環境破壊がどうこうっていうのがあれば、魚を食わないが正解なんですけど、なぜか牛と 豚は食わないけど、魚は食うっていうやつが、あの、そう環境派にいるんですよね。なんかその、あの、赤い血を出すやつは食わないみたいな。いやいやいや、いや、生動物ですよ。魚も、あの、イカもタコもって思うんですけど、っていうのがあるので、その、僕はあの、牛とか豚とかは別に美味しく食べればいいんじゃねえかなと思ってるんですけど、はい。なので、あの、創殺場で働いてる人とかも、もあ、殺場自体は。で、屠殺場なくなると、あの、マジで、あの、すげえ病気広がりますよ。 あのまあ、その日本の屠殺の,の,の,の仕方が狂牛病に対して良くないってあの背骨割っちゃうからって思ったりするんですけどそのちゃんと丁寧に処理しないとやっぱりその肉ってあの病気が広まる可能性があるんですよね。 でその日本の場合ってそのサルモネ焼きに死にましたとかってあんまりないんですけどそれってやっぱりそのあの屠殺上の人たちっていうかちゃんとその衛生面きちんと処理した結果でそのなんかあの肉食って死にましたっていうのがいないんですけどっていうのもあってあのきちんとその,あの処理するっていう機能があるおかげであの日本人って健康的に安く肉が食えるんですよ。で肉が食えないと残念ながら子供ってちゃんと育たないんですよ。あのビーガンの人とかの子供でなんか肉食わせないみたいなのもいるんですけど。 であのまあ、ビタミンが足りないっていうのもあるし、その DHA みたいなのが足りないだったり、ミネラル足りないだったりっていうので、やっぱり肉食わないと、その子供ってきちんと育たないんですよね。なので、あの、大人が頭が悪いせいで、その中、ね、の豚とか牛とか食いませんっていうのは、まあもう、あの、その自業自得の問題だもんね、その、あの、バカが頭の悪いことをして自分が困るのは僕全然いいと思うんですよ。バカだから。ただなんかそれをその子供に勧めるとか、あと、肉食いたいし、豚食いたいっていう人に迷惑をかけるのは良くないと思うんですよね。 なのでその,あの豚食いたくない牛食いたくないという人はどうぞ食わないでくださいとただ別になんかその屠殺場をなくそうとかその養豚場なくそうとかっていうのはちょっと迷惑なんでやめてもらっていいですかっていうふうに僕は思うんですけどはい。